フランク・ポール・ボーゲルはアメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラ出身のプロバスケットボール指導者。NBA のロサンゼルス・レイカーズでヘッドコーチを務めている。ボーゲルはニュージャージー州ワイルドウッドで育った。1990年12月10日、ボーゲルの家は火事になり、家は全焼した。当時17歳だったボーゲルと彼の母親は窓から脱出した。 1991年にワイルドウッド高校を卒業。ジュニアアータカレッジではバスケットボールチームのスターターであった。1994年、ボーゲルはケンタッキー大学に転校し、ケンタッキーワイルドキャッツ男子バスケットボールチームの学生マネージャーを務め、1994年から1995年のシーズンはコーチを務めた。ボーゲルは ケンタッキー大学を卒業し、1998年に生物学で理学志望を取得した。ボーゲルの NBA でのキャリアは、ボストンセルティックスのアシスタントコーチとなった2001年から5年前に、遡り、チームのビデオコーディネーターから始まった。ボストンセルティックスのアシスタントコーチを務めた後、フィラデルフィアセブンティシクサーズのアシスタントコーチを1年間、務め、 2005年から2006年にかけて、ロサンゼルスレーカーズのスカウト、2006年から2007年にかけて、ワシントンウィザーズのスカウトを務めた。2007年、ジム・オブライエンがヘッドコーチとして、指揮を取るインディアナ・ペーサーズにアシスタントコーチとして、招かれ、2010から2011シーズン途中で、17勝27敗と、チーム部長を受け、ヘッドコートを引き継ぎ、 その後20勝18敗とチームを立て直し、プレイオフ進出に貢献した。2011から2012シーズン、2012から2013シーズンと地道にチームの再構築を進め、2013年のプレイオフではカンファレンスファイナルでマイアミヒートを追い詰めるまでに育てたが敗退している。2014年の NBA ケアのイベントでのボーゲル2013から2014。 シーズンもチームの好調を維持し、オールスターでヘッドコーチを務めた。このシーズンは最終的に56勝26敗で、イースタンカンファレンスで第1シード全体で第2シードを獲得し、プレーオフに進んだ。この時点でヘッドコーチとしての勝率が62%以上と、好成績を維持している。2年連続で、 カンファレンスファイナル進出を果たしたが、3年連続でマイアミヒートに敗れた。2014から2015シーズンは、ポール・ジョージがほぼシーズンを全休したこともあり、プレイオフ出場で終了。2015から2016シーズンはジョージが復活したこともあり、プレイオフ戦線に復活したものの、トロントラプターズに3勝4敗でくし、プレイオフ終了後に、 ラリーバード社長より契約を更新しないことを告げられた。2016年5月18日、オーランドマジックのヘッドコーチに就任した。2018年4月12日、マジックからヘッドコーチの職を解任された。2019年5月14日、ロサンゼルスレイカーズのヘッドコーチに就任した。2021年8月6日、レイカーズと延長契約した。 ありがとうございます。